今回は東京都荒川区にある元全日本ライト級、元 WKA 世界ムエタイライト級王者、野良犬小林聡氏が主催するキックボクシングジム野良犬道場にキックボクシングのトレーニングにやってきた。はい、今日は出稽古に来てます。僕の、キックボクシングの師匠の野良犬小林聡さんです。よろしくお願いします。今日ね、この野良犬道場で、小林さんから直々に、トレーニングをつけて、みんなにはね、あの普段と違うトレーニングですけど頑張ってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。構え方とかっていうのはやっぱり癖がついてるんですけど、足は全然ですごい難しく感じてます。いよいよグラブをつけての練習。かかとを一歩入るなら、その時にこう膝が伸びた感じ、なんでもその動物の常にこういう状態だといけるし、より実践に近い練習に彼女たちにも熱が入る。言われてこうって言ったことができない、なんか見てわからない。伸ばすと肩が入るから肩を入れる。サンドバッグと向き合う彼女たちの目に闘志が宿り始める。レガースをつけてのキックの練習。この拳、拳こうやって固めるのですね。さらに自らを追い込んでいく。夢の舞台に立つために。
今日は一日ありがとうございました。慣れない蹴りとかパンチも、一応少林寺はやってたんですけど、やっぱちょっと違う蹴りのやり方だったりしたので、そこが自分の中の課題、バランスが悪いとかも見つかったので、すごく勉強になりました。一日ありがとうございました。もともとはボクシングをやってたので、パンチの部分とかっていうのはやっぱりこう楽しくできたんですけど、下半身の蹴りだったりとかどうしてもなんかブレがやっぱ目立つので、そこがちょっと課題かなっていうのが改めて理解できたので、すごく楽しかったです。事前に小林さん の, あの試合の映像を見させてもらいまして、あんな風にかっこよくできるようになりたいなってすごく今日思ってて、で今までちょっと不安定だった蹴りっていうのが今日すごく安定してできるようになったので、これをプロレスにも生かして頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。今日初めて蹴りがめちゃめちゃいいっていう風におっしゃってくれて、すごくなんか振っちゃいました。あの蹴りの力が見えてって言ってくださったので、それをプロレスに生かしながら今日の経験を生かして頑張りたいと思います。今日ありがとうございました。こんなどんくさい私に指導していただきありがとうございました。あのプロレスでいっぱいいっぱいなんですけど、何かしらなんか生きていけると思うので、頑張りたいと思います。なんかいつものプロレス練習とはまた違ったこう追い込まれ方をして、ただあの追い込まれるのは大好きなんで、すごくあの楽しく終われました。その追い込みっていう形がプロレスのいつもやってる練習と全然違くて、あの違うゾーンにちょっと入った時に結構気持ちよかったんで、ちょっとそのマインドをちょっと大事にしたいと思います。ありがとうございます。今日は一日ありがとうございました。パンチとかキックだけではなくて、その前 の, あのスイッチの仕方とか、どうやったら力がより入るのかを学べて、とても勉強になりました。この中で今日の MVP を一人選んでいただいたんですよ。だから誰、この中で今日見て印象に残ったこの一人、じゃあもしじゃあ一人だけこの中で弟子にしていいって言ったら、じゃあ弟子にしていいって一人だけ選べっていうので選んでください。じゃあまあ今だったら彼女が入りやすいんで、よし、ありがとうございます。あのいやいや、あのビデオ見てきたとかそういうおべっか使ったからじゃないですか。あ、そんなこと言っちゃう上達が早そう。じゃあ今日は今回の MVP は花江さん、ありがとうございます。横浜ラジアントホール、激しいトレーニングを積んできた彼女たちがいよいよファンの前に立つ。